し。はい、お疲れ様です。いつも飽きずにご視聴いただきありがとうございます。今日は7月30日火曜日、今朝8時20分ですね。今日は積み置きの廃材下ろしてきたんですけど、結構いろんなものが入ってて仕分けにちょっと時間かかりましたけど、はい、これから一発目千田町の方にコンテナ入れ替えに向かいます。カフェオレでも飲みながら行きましょう。会社の冷蔵庫にあったやつ、そう、これは多分ね、同僚の茶前さんがね、茶前さんが処分場でもらったやつを冷蔵庫で冷やしとるんですよ、飲まないやつをね。そう、茶前さんはね、コーヒーあまり飲まない人なんで、そう、もらったやつを冷蔵庫へ置いとるんですよ、うん、だから僕はいつも勝手に飲んでます言うて、この間ね、一応許可は取りましたから、飲んでもええっつって。そう、私何でも飲みますから。あ、うまいねこれ、北海道生クリーム、これ非常に美味しいです。お上品な。そして今日はこうやったかな、シュークリームもありますので、ね、はい、おやつもあります。 20% 引き。今日結構渋滞がひどいね。もう曜日関係ないですよね。なんかもう月曜日じゃけすごい渋滞しとるとか、もうそんなんじゃないですよね。水曜とかでも混んどる時はもうすごいし、タイミングでしょうね、やっぱね。多分来週の中頃ぐらいからだいぶこの広島市内の車も減ってくると思うんですね。いろんな大企業が盆休みに入ると思うんで、マツダとかね、広島の大企業マツダ、あの辺りは盆休みになるでしょうから、幾分車の量は減ってくると思うんですけど、サンフレッチェのラッピングのアストラムラインが今走っていきましたね。ちょうどアストラムラインが行ってね。いやでもね、最近すごく忙しくて、疲れ果ててしまって、ライブ配信もろくにできてませんが、すいませんね。夜もう元気なくてね体力残ってません。もう本当に昨日も5台走って、そう、5台廃材持って帰ってね、すごく忙しくさせてもらってますけど、まあ盆前まで多分続くかな、この忙しさが。あと2週間弱、ね、続いてほしいけどね、やっぱ忙しい方がねいいですよ。昨日も参拝屋さんと、あの4トンのね若いお父さんとスライドしましたけど、コメントも昨日いただきましたけど、僕らの会社は一回一回廃材持って帰るんですけど、やっぱりその一現場ずつちょっとずつ廃材をつまんで積んで、何現場も一日に回るような、そういうサイクルの会社もたくさんあると思うんですよ。そうそう、どっちがいいんかなと思って、一回一回現場から土場に帰らんでもいいけど、そうで僕らは一回一回土場に帰らないといけない。それも結構まあ大変なんですけど、でも多分その現場から現場にね、次々廃材つまんでから拾って歩くような会社は、多分一日の工程が決まってると思うんですよ。もう朝の段階で今日はどこどこ回ってねっていうのが、
それでもし何か積み切らんかった場合はどうするんかなとかね、まあ一回それは処分所に帰るんでしょうけど、そう僕らもね3箇所積み4箇所積みとかよくあるんですけど、その一つの建築会社の現場を点々と拾って歩くんですけど、だいたい4現場目まで行けることがないんですよね。積んでも3現場目ぐらい。そう、ほんと極端に1現場ずつの廃材が少なくないと、とてもじゃない4現場ってね、回れないですね。この2トンの4流米ボックスだったらね、すぐいっぱいになるんで。で、それも積み方考えて積まないけんしね、次の現場にどれぐらいあるんかもわからんし、そうそう。それはそれで大変だと思うんですよね。まあ、僕らみたいに一回一回土間に帰れるんならね、その現場だけでやりじまいじゃないけど、その現場を積めばもう土間に帰れるんで、まあ、僕はそっちの、まあそれしかやったことがないんで、そっちの方が僕はいいんかなと思うんですけど、ただ土間に毎回帰るのは結構大変。まあ、それで1日5現場とか4現場回るんで、そう間に昼休憩は取りますけど、飯食べる休憩とね取りますけど、あとはほとんどノンストップで動かないと、あと高速もしっかり乗らないと4現場5現場っていうのはなかなか回れません。ずっと下道でやるって言ったら多分そんなに回れません。だからある程度高速道路は乗ってねっていうことになったんですけど、もちろん暇な時とかね、そういう時はそんなに時間変わらん時はね下道で行きますけど、もちろん今はずっとちょっと忙しいんで。あと意外に高いのが都市高速なんですよね。広島市って、広島って都市高速走っとんですけど、まあ鵜巻のあたりから、巻じゃないな、福田か、東区福田のあたり、広島東インター降りたとこから高速1号線2号線とかね、ずーっと商工センターのあたりまで、西区商工センターのあたりまで走ってるんですけど、そうあれが高いよね、ほんとね、安くならんよね。はい、今市役所前まで来ました。8時51分です。今僕の右手にはね、カープのラッピングの、まあカープの選手の分じゃないけどね、カープ坊やが映ったね、ヒロデンが走ってます。え、ヒロデンかいね。市内電車が走ってます。はい、よっしゃ。もうすぐ、今この目の前が国道2号線をぶった切って、千田町の方へ入っていきます。俺多分これクラッチがおかしいと思うよね、ワン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 っていう音、クラッチこう踏むときにほら聞こえた、ワンってから、アクセル離してクラッチ踏むときにワンってなるんですよ。クラッチのどっかがおかしいんでしょうね。詳しいことは分からんですけど、とにかくクラッチ踏むときとつなぐときになんかワンワンワンって音がするんですよ。その辺もちょっとね、また直してもらわないけんか、ね、まあもともと鳴ってなかった音が鳴り出すっていうことはどっかがおかしいっていうことですから、やっぱり見てもらわんといけんですよね。4速に行くとき、ほらこれ、ウィン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 って言うでしょ、うん、いやー暑い。今11時40分です。はい、あのあとね千田町の降ろして、で牛田の方に手積みに行って、でそれを今下ろしてきました。今から飯食って、今度はね1時に昼1で楠木町の方に入ります。まあ今日は割と近いとこですね。往復運転だけであれば往復1時間もかからないような現場ばっかりですけど今のとこ、はい、
まあ、忙しいですね。ちょっとシュークリームでも食べましょうか。 20% オフのシュークリーム、北海道フビッグ、ホイップとカスタード、北海道産小麦 100% 使用だって。北海道は美味しいものがいっぱいあるよね、ほんと。食べ物もだし、その製品自体もね、たくさん美味しいものがあるよね。うん、北海道はまだ生まれて1回しか行ったことないですね。高校の修学旅行で2泊3日か3泊4日で、あのスキーしに行きましたけど、うん、うん、ホイップが、俺カスタード別にいらんけどなあ、でもそうか、シェークリームって言ったらカスタードか。昼飯を食って、うん、今日は約1時間ぐらいはゆっくりできますね。今日はね、あの急いで朝来てからね、なんか作ってくれました。俺がご飯だけ持ってこうか思ったら、おにぎり2個と、え、昨日の夜ご飯、コストコのエビフライ、コストコのエビを使ったエビフライとウインナーと卵焼きと、あとべったら漬け、最高です。はい、でこれを食べて昼からも頑張りたいと思います。あっつ、はい、いや時刻が14時2分です。今ね、西区楠木町の方に来てました。あっつ、あの覚えてらっしゃる方はいるかもしれませんが、以前ちょくちょく、ちょくちょくっていうか、フジデル社長がね、ライブ配信よく来てくださってたんですけども、はい、多額のスパチャをしてくださってたフジデル社長、はい、の事務所へ今積み込みに行ってました。よいしょ、あっち、まあ、社長は不在でしたけどね、事務員さんと一緒に廃材積みました。激アツですね、本当にもう危なくなっちゃいます。今のよく事故するパターンですね。直進車が譲ってくれたけって、ウィーンって右折したら脇から自転車が来てガッチャンコする。いやー、そう、フジテル社長とこ行ってね、これいただきました、なんかおすすめなんだって、今いただいてみましょう。トロピカルだって、エナジードリンク、トロピカル味、なんか3種類ぐらいあったんですけど、ああうまい、ああトロピカルとピーチと、あともう1種類なんかあったんですけど、エナジードリンク、あつー、今ね手摘み2連発ですね、ほんと。すると手摘み行く人がどうしても多くなってしまうし、ああ、いや、ありがとうございます、シェル社長。
りはギャルですね。ギャルママがノースリーブで運転してますけども、あんまり見てたら通報されるので、はい、この辺で終わろうと思います。もちろんカメラを切った後も私は前しか見ませんので、ということで、本日もご視聴ありがとうございました。引き続き熱中症には気をつけましょう。さようなら。